半自動的に楽して夢や目標が叶う人の手相5選。今回はこれが出ていたら半自動的に夢や目標が叶ってしまう、そんな強力かつ素敵な手相を5つシェアしていきたいと思います。早速ご覧いただきましょう。そしてぜひあったという方はコメント欄にご報告くださいね。1、人差し指真ん中の白点。手相の世界においては手のひらのシワだけでなく爪の形や状態なども総合的に見ていきます。爪の人差し指に白点が出ているという方は近い将来夢が叶い目標に到達する可能性があります。特に白点が比較的大きく、しかも爪の真ん中に出ている場合は様々な運やタイミングなども相まってあれよあれよのうちに願いが叶ってしまうでしょう。なお真ん中ではなく爪の端などに位置が少しずれている場合も幸運であることには変わりありません。ただし願いが叶うまでにはやや距離があり、それ相応の努力も必要になることを意味しています。2、左右の手相が似ている。手相の左手は主に生まれながらに与えられた運、右手は人生の中で自ら切り開いてきた運、そんな話は聞いたことがあると思いますが、それに加えてもう一つの意味がそれぞれあります。実は左手はあなたの内側、内面、心を表すとされ、右手はあなたの外側、現実世界を表すと言われています。つまり大雑把に左右の手相を見たときに細かな部分での違いは当然あるかと思いますが、非常に似通っている方というのは心で思っていることがそのまま現実化しやすいことを意味しています。あなたが心の中で願った希望が普通の人より叶いやすいということなのです。3、仏眼相。親指の真ん中の関節に出る仏様の目のような層を仏眼層と言います。この層はご存知の通り基本的に強運で吉相です。論理的には説明ができない不思議な力に助けられます。例えば夢の中にご先祖様が出てきて現実世界で迷うあなたを正解に導くヒントをくれたり、偶然では片付けられないような素敵な出来事が突然降って湧いたり、そんなことが起こるのが仏眼相の持ち主なのですが、さらに思考が現実化しやすいという特徴もあります。先ほどの左右の手相が酷似している方と同様に思っていることがそのまま現実化しやすいのです。ですから基本的に常に心は明るく夢や希望を忘れずに生きるようにしたいですね。4、生命線から伸びる複数の上向き縦線。この世界で夢を叶え目標に到達するためにはシンプルに圧倒的な行動力、行動量が必要です。私たちの夢が叶わないのは考え悩む時間が多すぎて行動をするまでにエネルギーが枯渇してしまうからなのです。周囲の目を気にせず挫折も難なく乗り越えてひたすら夢に向かって行動さえ続けられるのならば、実際大抵のことは叶うと思いませんか。さてその圧倒的な行動力の源泉となるのは何でしょうか。それは情熱だと言えるでしょう。生命線上から細かな上向きの縦線が大量に出るという方は夢を叶えるために必要なその情熱を十二分に持ち合わせていることを示します。周囲からはなぜそこまで頑張れるのと思われがちですが、当の本人は情熱があるので楽々夢に向けて行動できてしまいます。5、月球から伸びる運命線。月球から伸びる運命線は何度かこのチャンネルでも紹介していますが、他人の力を上手に取り込んで成功していく手相です。ご自身にそこまでの才能がなかったとしても周りからの援助やタイミングに恵まれ、あれよあれよのうちにチャンスをつかみ大きく飛躍していってしまうと言われます。ボーカルの圧倒的なカリスマ性で有名なとあるイギリスのバンドがありますが、
そのベースを務める A 氏にはさほど音楽的才能はなかったといいます。しかし世界的にも有名なミュージシャンの一人になったのです。そんな彼には月給から伸びる運命線があったといいます。いかがでしたでしょうか。今回はあまり根気詰めた努力をせずともいつの間にか夢が叶っていってしまう、そんな手相を5つ紹介してきました。もっともこんな吉相が出ているという方は、日々の生活の中で大きく徳を積まれている方であったり、これまでの人生でたくさん努力をしてきた方であったりしますが、このチャンネルでは手相や人相、運気のことなどを中心に広く良い気を届ける気持ちで投稿しています。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。